初めてシネマ歌舞伎に行きました。映画館で毎月1本上映されています。ビデオで見るのと同じじゃないかという不安を抱えつつ行きましたが、その不安はすぐに消え、日本の伝統芸能の素晴らしさに感動しました。大迫力でした。見たのは近松門左衛門の名作女殺し油の地獄です。脚本も演技も最高でした。メイクも所作も衣装も方角も全てが完璧。久しぶりに見た近松の世界観でした。主人公与平のクズっぷりは凄まじく、ステップファザーの機微があまりに切なく、そして天才二人の大立ち回り、もう泣くしかない。それなのにこれは大問題だと思うのですが、人の気配が全くありませんでした。座席についてからも右も左も前も後ろも本当の本当に誰もいませんでした。大スクリーンを独り占めするという珍しい経験はできましたが、地元映画館の存続が心配です。最後までご視聴ありがとうございました。